けて雪国。火曜プレミアム特別版、吉幾三半世紀。1973年アイドル歌手としてデビュー。後に俺は絶対プレスリーや、オラ東京さいくらでエンターテイナーとして大ブレイク。そして雪国や酒よなど演歌の名曲を世に送り出してきたシンガーソングライター吉幾三。今夜はデビューしてから50年にわたり音楽ファンを魅了し続けてきた吉幾三さんの世界に迫ります。ご本人の歌声はもちろん、ゆかりのある歌手へ提供した名曲の数々。トークの名手でもある吉幾三さんならではの爆笑交友録、あれがだから良かったんですよ。生きてゆこうゆっくりと。今は亡き日本を代表するエンターテイナーとの知られざる友情物語。朝まで飲んで明るくなったらお疲れ様なのよ、あの人。火曜プレミアム特別版、吉幾三半世紀、2時間たっぷりとお楽しみください。朝日と共にお疲れさん。火曜プレミアム。握手。日本の心に残るヒット曲、時代を彩る名曲をお届けする火曜プレミアム、ご案内いたします赤坂康彦です。同じく馬場典子です。今夜のゲストは今年デビュー50周年イヤーを迎えたこの方。日本人の心の風景を描いて半世紀、吉幾三さんです。どうぞ。まだ生きてます。ぜひスペシャルをやりたいということで今回ご出演いただきました。誠にありがとうございます。とんでもない。今日はたっぷりと吉さんの魅力を改めて。あ、そうなの。はい、たっぷりやらせていただきます。はい、みんな剥がされそうだね、着せるものね。火曜プレミアム出ました、はい。今夜も何度かそうやって言っていただきます、はい、デビュー50周年イヤー、吉さんこの半世紀を迎えた感想、50年ですよ。そうですね。なんかまあ、いろんな人に助けられてね、まあ、いろんなことをやってきたと思うんですけども、やっぱり皆様にありがたいという気持ちだけですよ、家族も含めてね。やっぱり一人にほらね、やっぱり押されたりいろんなことをしないと一人じゃ生きていけないじゃないですか、人間というのは。だから何の仕事に関しても、ああ振り返ればあの時あんなことあったな、こんなことあったなというよりも、あの人に会ったなとか、あの人がこうやって教えてくれたなとかね、そういうことばっかりですよ。ありがたいですよね、人っていうのはね。そこで今夜は吉幾三さんの50年、はい、半世紀、さまざまな角度からスポット当ててお送りしてまいります。はい、知られざる吉幾三さんの一面もご紹介いたしますので、どうかご期待ください。火曜プレミアム特別版吉幾三半世紀、まずは演歌歌手吉幾三の名を一躍世に知らしめた名曲、雪国、歌っていただきます。はい、本格的に演歌歌手として初の大ヒットとなりましたが、実は周りからこの曲をリリースにあたって反対もあった。反対っていうよりもね、千馬さんがね、いきなりその歌謡曲で正当な演歌で売れるわけがないと、まだここにほくろがあった頃でしたね、はい、その時に彼は僕のプロデューサーなんで、はい、次歌う歌はこれ、こうしろこうしろって彼の、まあ、言われた通りやってて、で雪国のどすもやりたいって、バカ野郎って、すぐ売れるわけねえだろこの歌っつって、まあ、一番最初はその詞が違ってたんですよ。それはレコード会社のディレクターから、これじゃ放送できんと、そういう詞だったんですよね。はい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 、お座敷で盛り上がった後に行っちゃうようなね。ダメよそこはって言ったんですよね。でもメロディーはあのまんまですよね。そうなんですよ。好きよあなたですから、ダメよそこはこれはね言えないよ、馬場さんいるし泣いちゃうよ。まあ、それでちゃんと直して歌作ったけども、センサーに反対されて、それでこれをもし歌って売れなかったら、お前はこれから俺のしもべで働けと、センサーが「分かりました、これから俺がこれ歌いあれ歌いったらその通りやるんだぞ」って言われて、「分かりました」と、それは私これ売れたらどうしますか、センサーって、売れたら原宿を逆立ちして歩いてやると、
ええ、で売れたんですよ。はい、売れました、そしたら俺の肩をぐっと抱きしめて、泣きながらね、俺は売れると思ったって。あそこから私人間不信になっちゃってね、芸能界ってこんなんだなってそういう風に見るようになりました。名曲が生まれたんですよ、それで。びっくりしましたね。あ、そうですか。俺がびっくりしたもんね。それでは吉幾三さんの歌手人生を大きく変えた曲をお届けいたします。雪国。あなた今でも今でも暦はもう少しで今年も終わりですね。会いたくて恋しくて泣きたくなる夜、そばにいて少しでも話を聞いて、追いかけて追いかけて追いかけて雪国。窓に落ちる風と雪は女一人の部屋には悲しすぎるわあなた。酔いたくて泣きたくて震える唇、そばに来て少しでもわがまま聞いて、追いかけて追いかけて追いかけて雪国。人はいるの、あなたバカね、バカな女ね、意地を張ってた私、会いたくて容疑者乗るデッキの窓に止めどなく頬伝う涙の跡を、追いかけて追いかけて追いかけて雪国。会いたくて恋しくて泣きたくなる夜、そばにいて少しでも話を聞いて、追いかけて追いかけて追いかけて。
吉幾三さんで雪国でした。はい、吉幾三半世紀というタイトルで今日はお送りしますが、50年にわたる、吉幾三さんのスタート、アイドルだったって本当ですか？恥ずかしいですね。西城秀樹さんとか、はい、野口五郎さんとか、はい、郷ひろみさんとか大体一緒なんですよね、うん、デビューが。で僕は大阪なんですよ。あ、そうなんですか。大阪のね、コマーシャルソングだったんですね、ある会社の。なんていう歌だったんですか？恋人は君一人って言うんですけど、その歌を流れながら、当時ね、栗田ひろみちゃんって言ったんですよ、はい、女優さん、はい、めくりとしたね、綺麗な方。彼女と二人で船でこう横に寝てるってところをね、ヘリ飛ばしてね、伊豆沖で撮ったりして。じゃあかなり力が入ってますね。そうそう、力入れてくれてたんですけど、私力がなかったらほっといてください。誰も言ってないじゃないですか。全然褒めてくれないじゃないですか。だから大阪で活躍してたんですけど、やっぱり日の目ね、見ることもなく、うん、じゃあアイドル活動をしながらアルバイトもされて。もうほぼアルバイトですね、仕事ないですからね。ああ。もう売れなくなった時点でもう仕事ないですから。喫茶店でアルバイトをしてて。喫茶店で、そこはちょっと歌わせてもらったりねするところで。あ、歌声喫茶的な感じですか？そうそう、誰も歌わないですよ。俺にオーナーがね、歌ってもいいよって、それで名前はちょっと伏せさせていただいて、本名でね、まあ、アイドル時代は山岡英二さんだったわけですけれども、うん、五木ひろしさんや八代亜紀さんを世に送り出したオーディション番組、ああ、全日本歌謡選手権にチャレンジされたんですね。それも出ましたね、はい、落とされましたけどね。10週勝ち抜くやつでしょう、うんうん、いかがでした？いや、砂村先生と、はい、青谷先生と、はい、確か審査だったんだけど、はい、砂村先生、その頃私アルバイトしてて、ちょっと板前の修行みたいなのしてたから、はい、仕事は何してるのって言われてね、はい、先生から、今板前のアルバイトしてます、そっちの方が向いてんじゃないかな。で同郷でしょ、青谷先生も、はい、私もそう思うのなんてね。満場一致で。そう、満場一致で。せっかく頑張ってマイク持ったのに。青森なのなんてね、鉛取りなさいって言われちゃった。やがしやと思って。それから何度もお会いしましたけどね、船村先生も青谷先生も何度かお会いしましたけど、うん、そんなことがありましたんでしょ、だったら、うん、あ、そうだったかっつってね、やりましたけど。じゃあその吉幾三になるまではまだそこからかかるんですね、時間。そうですね、はい、で吉幾三になったったって、私吉幾三って名前知らないから、はあ、知らない間に吉幾三って名前つけられたのよ。レコード会社の社長が つけたのよ。山岡英二はもうなしと、はあ、再デビューレッツゴー。それは、俺は絶対プレスリーのと。そうそう、レッツゴーだから吉幾三、吉幾三ってことですね。あの名前は困ったよな。その時の吉さんの心境はどうだったんですか、今までやってきた名前から改名して。俺は絶対プレスリー出したんだけど、有線でどんどん火がついてきて、うん、写真じゃないです、ジャケットがね、イラストなんですよ、はい、で、はい、名前変えたでしょ、はい、レコード会社の人たちは分かんないんだから、俺のこと見たこと。山岡君、山岡君の、よし行くぞって、お前知ってっかとか、いや言うなって言われてるから、誰それっつって、俺たち青森でお前五所川生まれだ、五所川、お前のとこ近いじゃんかって、誰ですかそれって、顔わかんねえんだよ、頑張れお前もって、うん、お前の田舎から入れるのが出ちゃったよ、うち会社今大騒ぎだよって言われて、もう俺絶対言うなって言われてるから。覆面歌手みたいな売り方だったんですね、最初。ヨさんご自身はだからアルバイトも続けて。そうだから、店の前にカメラ持ったクルーが来て、はい、すいません、この辺にこの歌歌ってる人いませんかって、俺後ろで パスタやってたら、で有線のババ流れてるんですよ。いや、ラジオでも流れてましたよ、深夜放送でも、僕何度も聞きましたもん。そうそう、じゃあ言うならば営業とかそういうのも行けないんですか？ないない、そこで働いてくれと、当時蔵の赤坂にあったんで、行って裏の誰も従業員も社員も誰も来ないような喫茶店で話して、はいはい、まだって言っちゃダメだって言われて、どのぐらいその我慢は続いたんですか？3、4ヶ月あったんじゃないかな。あ、結構長いですね、うん、でそれが3、4ヶ月表に出ないという我慢だけじゃなくて、結局その後7年ぐらい、うん、なかなか今度はヒットに恵まれなくなってしまってと。その間センさんと会ってるんですよ、ちょうどセンさんがね、ええ、化け物みたいなやつと会いたいと、俺のこと、はい、絶対プレスリー歌ってるやつと絶対プレスリーって化け物みたいなと会いたいっつって、はい、ほんでセンさんとお会いしたら、君か、君が吉幾三君か、君は恐ろしい男になるねって言われて、そこで初めて瀬正さんと、え、俺センサー飲むのっつって、飲め飲め飲めって飲まされて、それからハマっちゃったんですよね。それでどうやってあの曲になったんですか？これは東京という歌は、あれはテレビもね、ラジオもね、というね、もうこうなったらやけくそなんですよ、人間っつうの、もうどうでもいいやと思って作ったって話。
そうなんですか、もうその時はでも顔を出したんでしょ。俺は特製クダはね、はい、俺は特製クダもジャケットあるジャケットもクワムってやつ、そうですよね、ほんでこの歌を千賀タコマジャパンから出せと、その代わりお前あの歌踊って歌聞かせろっていうのが津軽平野なんです。踊るっていうタイトル、はいはい、で千さんのうちでギター弾いて歌ったら千さんが腹かけて笑って俺の歌で、うん、で踊って歌を歌ったら千さんがポロッとこぼるし涙、どうしたんですかって言ったら、俺小さい時ね親父事故で亡くしてるんだと、出稼ぎに行ってだこの歌染みるんだよって、これ俺に歌しくねえかって言うから、その代わり特製管はあの俺がちゃんとお金出してお前にあのレコード出させるからこの歌を俺に歌してくれってことで、あそうですかって、お金もなかったしね当時は。じゃあまあ千さんとの出会いもあって世に出ることができた曲っていう、だから良きも悪きもね、はい、あの人に会えたことがね、はい、いいのか悪いのかまだ分かんないんですよ随分長いもうこう、ね、まだ出会ってまだ分かんないんですか50年も経って まだ分かんないですいやでもなんか音楽界が変わった一曲ですよね、はい、吉幾三さん初期のヒット曲俺は絶対プレスリーとオラ東京さ行くだ、さらにオラ東京さ行くだがヒットした年の貴重なインタビュー映像も合わせてご覧ください。ダバーそろそろ行くぞ。自分の生き方をしっかりと持った真面目な高専年吉幾三さん俺は絶対これ私ペンネームですからね、まだ山田です。なるほど山って言って俺は田舎のプレスリー、いい釈迦のせがれ、生まれ青森五所川原、あら一遍してみなが、田んぼで鍛えたこの声と親にもらったこの顔、ああプラジャニンチのプレスリー、いや田舎のプレスリー、えい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 、村の祭りじゃ人気者、や娘子寄ってくる、青森は田舎とバカにしの俺はプレスリー、山で鍛えたこの声と赤抜けたこの顔、ああ村じゃ人気の色男、や田舎のプレスリー、えい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 、クッシーではなくヨッシー幾三さんまたすごいとこですね。先ほどお仕事を終えられまして、こちらに駆けつけてくださいました。よしくどうもこんばんは。なんで毎週毎週北海道なんだべね。寒そうですね。寒いからね。はあテレビもね、ラジオもね。車もそれほど走ってね、ピアノもね、バーもね、おまわり前につく、これ苦情の電話が来るんだから、不失礼で2時間ちょっとの散歩道、電話もね、ガスもね、バスは1日1度来る、ほらこんな村嫌だ、ほらこんな村嫌だ、東京へ出るな、東京へ出たな、手にこあたりに東京で馬車引くだいが、あ、それそうしましょう、そうしましょう、そうしましょうか、そうしましょうか、はぁ、ディスコもね、のぞきもね、レーザーディスコは何者だ、カラオケはあるけれどかける機会を見たことはね、新聞ね、雑誌もね、たまに来るのは回覧板、信号ね、あるわけね、オラの村には電気がない、オラこんな村嫌だ、オラこんな村嫌だ、東京へ出るな、東京へ出るな、君こあたりで神社に山買うで、オラこんな村嫌だ、オラこんな村嫌だ、お風呂だから言う、あらまあ、東京へ出るな、東京へ出たなら全部当たりで東京でベコーカーがすごいスタミナ鍋、これがあのスタミナ鍋、ステージ終わった後これがうまい。あ、これうまそう。豚肉でね、これいつもほんともったりってるの全国どこで。これうまそうだな。そうと、おいしそう。お酒とそれからお砂糖少し入れて、あ、これ高野豆腐ね、これ高野豆腐、これは高野豆腐、高野豆腐、これがうまい、これ美味しそうですね、高野豆腐漬物、野沢菜、野沢菜のこの漬物、野沢菜のね、
一番いいのは高野だとかそんなのがいい。これが今度、ね、ちょっとあの塩を抜いたやつね。おいしそう。食べ物一つにしても私垢抜けてないでしょ。ね。こんなの美空ひばりさんは食わねえぜ、はっきり言って。千さんと新沼謙治ぐらいしか食わねえで、こうやって食わ。いやー、いかがですか、吉さん、懐かしい映像。懐かしいね。トークのキレ変わらないですね。いや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 。やれんそらんよ。 CM の後は、吉幾三さんの民謡を取り入れた名曲、スイカをお届け。この番組は、心ワクワク夢グループの提供でお送りします。私も泣くわ。名前を変えてこの2曲が連続でヒットして、実感といいますか、吉さんとしては手応えはいかがだったんですか、この頃は。やっぱり売れるっていうのはね、大変な世界なんだなと思って、やっぱり何回も何回もやっぱり田舎振り返りましたよ。振り返ったけども帰れないんだよね。やらなきゃいけないって自分の根性もあるし、で家族も増えたんで、家族のためにはね、やっぱりご飯食べさせていけるかなとか、いろんなこと考えるじゃないですか。だから非常にこの揺れた時期でもありましたしね。でも父親が、まあ何があっても継続は力なりって言葉があるから、一つの仕事を最後と最後までやり遂げろという言葉を僕に言って送ってくれたからね。だから今うちの弟子にも若い人にもそうだけど、最後までやれよと、一生懸命やれと。やめるやめないは周りが決めてくれるから、あ、自分から諦めることはやめなさい。だから何回もやめたいとかやりましたよ。売れてからでもそうですよ。こんなに忙しかったら体壊すの。あんな状況体壊して2回ほど入院して、今もペースメーカー入ってるんですけど、お父さんは歌手の民謡歌手ですよね。民謡歌手の方ですよね、民謡歌手でね、青森県で津軽民謡で3年連続優勝した人でね。だってお父さんからすればね、まさかこういう歌でヒットすると思ってなかったわけでしょ。いや、だから俺は絶対プレスリーも覆面でしょ、はいはい、どこのバカなせがれだって言われたんだから、俺親父に。あ、知らないから。お前知ってるかって、五所柄だってよって。はいはい、こんな歌があると、こんな歌がどこのバカなせがれ、調べとけっつって。で俺は東京セクダもそうだよ、出して一番最初に聞かすじゃない。したらこれもまた出すのかって言われて、どこにいるんだこんなのバカ、2人目がいるぞって。お前本当帰ってこれねえぞって言われた。そりゃそうだろ、テレビもね。その前俺は田舎のプレイスでイエイエイって歌ってたからさ。お父様はいつ自分の息子だって認識されたんですか。だから俺は絶対プレスリー、はい、プレスリーの後半ですね。あ、俺は東京セクター出す前、はい、それまでは黙ってましたから。お前だったかと。お前だったのか。恥ずかしくて外歩かれないって言うけど、売れてきちゃったから。はい、まあ、お父様は民謡歌手でいらした影響もあったのかもしれませんが、民謡を取り入れた1990年のスイカ、はいはい、やれんそらんよですよ、北海道。やっぱりそういう影響あるんでしょうね。津軽の部屋でもあるんでもね、やっぱり民謡っぽいでしょ、あの歌だけはうちの父は覚えてましたからね。それからスイカとやれんそら、それを歌いましたよ。歌ってましたね、そういうのね。お父様の民謡はお聞きになってるんですか、子供の頃から。もちろんもちろん、親父のここでストーブ挟んで、三味線の亡くなった高橋つくざ、三味線の目の復興以上な津軽三味線を広げた高橋つくざんって人がうちに泊まりに来るんですよ、で、ま、ストーブの向こうに高橋つくざんさんがいるんです、はい、でこっちで私を抱きながら僕寝てるから、親父がここで民謡を歌うんです。だから本当にすごくすごい環境の中で僕民謡聴いてるんですよ。三好さんが指定席で、もうここに一番ちっちゃいですから、一番可愛かったんじゃないですかね。だから未だに三味線聞くと父を思い出し、高橋つくざんさんを思い出しね、いろんな方の民謡の歌手の方々やっぱり思い出しますよね。なんか吉さんのそういう一つ一つの経験みたいなものが言葉になりメロディーになってるでしょうね、スイカもそうでしょうね。そうですね、それではお聞きください、吉幾三さんでスイカ。
ぽつりぽつりと降り出した雨に男はなぜか女を思う一人一人で飲み出した酒に夢を浮かべてこの胸に流すやれんそらによ都会の隅でやれんそらによ今夜も酒を風に風によ乗れんまく風によ遠い国のよ親父を思うふらりふらりと居酒屋を出れば冬の近さが心に吹くよやれん空によ雨からみぞれやれん空によ今夜も酒を降り出した雪にこの手当てればおふくろを思う詫びて合わせる右の手と左酒が降らせた男の涙やれん空よ積もりゆく雪にやれん空よ今夜も酒をやれん空よ積もりゆく雪にやれん空よ今夜も酒をおだまり。 CM の後は吉幾三さんが手掛けた名曲の熱唱映像をお届け。みんな思い出持ってゆけ。火曜プレミアム特別版吉幾三半世紀をお届けしております。吉幾三さん、歌手としての顔だけではなくて作詞家作曲家として多くの歌手の方に作品を提供していらっしゃいます。今までどのくらいの方に提供されてきましたか？
何人の人か分かりませんしね、それからコマーシャルソングなんかも全部書いてるんでね、うん、だからドラマの主題歌とかね、あの、はい、松方弘樹さんには富山の金城を、はい、歌っていただいたり、何年か分かんないですね、とりあえず書いた曲が大体500曲ぐらいあるそうです、出てるのはね。吉さんご自身の曲をたくさんの方がカバーされているという面もあるんですね。そうらしいですね、たくさんいらっしゃいました。そうなんですよ、ね、はい、あのインドの方もね歌ってますよね、韓国も歌ってますし、それから台湾の人もなんか7カ国、世界7カ国の方が僕の歌を歌っているって話を聞きました。そこはもうまずメロディーですよね。そうですよね、僕らが洋楽を聴いているように、はい、意味が分からなくてもメロディーが入ってくる。お相撲さんに多いんですよ、歴代のずっとね、あのモンゴルからのね、はい、歴代の横綱もそうですし、はい、今あの、まあ、この間やめました白鵬関も、春馬富士さんも、みんなね、あの僕の歌を歌って日本語を覚えるんですって。へー、ほら東京さん行くだじゃなくてよかったですね。酒を酒をで、だから横綱できるの、横綱がみんな酒を知ってるって、僕これありがたいなと思って、高見山親方がね、うちのね、物まねに出てる私、ね、ではここで作詞家であり作曲家でもある吉幾三さんの傑作をお届けします。千正男さんの津軽平野、そして三河健一さんのおだまり、さらにカバー曲を代表して福田光平さんが歌う娘に、こちらあの福田さんが得意な民謡の宮城長持ち歌入りでお聴きください。津軽平野に雪降る頃はよ、お堂一人で出稼ぎ自宅、春にゃ必ずお堂は帰る、土産いっぱいぶら下げてよ、寂しくなるけど慣れたやお堂、十三港は西風強くて夢も縛れる、吹雪の夜景降るな降るなよ津軽の雪よ、春が今年も遅くなるよ、ストーブ列車よ、間やおどおどんなに変わろうと二人のこの恋変わらない、幸せすぎても怖いけどお金じゃないのと彼は言う、おだまりおだまり
あんたその手で何人くどいた。恋がしたいの、死ぬほどつらい恋が。はあ、CM の後は名曲「津軽平野」を民謡「木造り田植え歌入り」でお届け。吉さんにとって の、 そのお父様から受け継いでる民謡魂といいますか、うん、そういったのはどういうところなんですか。歌えば歌うほど声が出るっていうこととね、はあ、2曲3曲4曲5曲ってなって、歌えば歌うほど声が出るんですもん、はあ、だから喉だけは親父からいただいたんだなと思って、はあ、ね、あのちょっとガラガラの声ですけどね、昔からそうですけど、喉だけ親父が血引いたかなと思って、あとそのねおかしいことはうちのおふくろからね、聞いて、あのカルボナーラってことですか。カルボナーラ、カルボナーラ、あれを生前おふくろに作ってやったんですよ。はい、ヨシさんが、生クリームとかね、卵黄とか、近所にあのおじいちゃんおばあちゃんたちがいてね、寄り合いになってみんな置いてるんでした、この間先生っておばあちゃんに肩のスパゲティ作ってあげたって、あ教えてやれてたの、お袋に教えてあげなさい、なんでだよ追いつけたんだよね、なんだっけなあれ、そう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 、ボランギロールねって言われてね、まあ、似てることは似てるけどさ、まあ今のところもちょっとね勝つ
なんかストーブを挟んでそんなお話もされたんでしょうね、たくさんね。でも吉さんも民謡を加えたバージョン。そうですね。あります、あります。吉幾三さんもこの番組でヒット曲に民謡を加えて披露してくださいましたね。はい、津軽平野木造り田植え歌入り。はいはい、はい、これはね、俺ね、親父から聞いた話なんだけど、はい、土足舟子と歌あるじゃないですか、はいはい、春になれば、あれが元歌だっつうんだよね、その田植え歌が、うん、木造りの青森の。それがきっかけで、うん、番組では歌ってくださったんですね。あ、そうですか。そうです、そうです。ということで、はい、それでは吉幾三さんの熱唱です。津軽平野木造り田植え歌入り。必ず踊は帰る、土産いっぱいぶら下げてよ、寂しくなるけど慣れたや踊。十三港は西風強くて、夢も縛れる吹雪の夜更け、降るな降るなよ津軽の雪よ、春が今年も遅くなるよ、ストーブ列車よ、はいたいや踊ろう。春くれば다지게온제기사민자고대루도저코가즈카국요로곰데요로곰데하루가기타나도오모베나春が来たなと思うべな、こりゃこりゃこりゃ。山の雪解け花咲く頃はよ、母ちゃんやけによ、そわそわするね、いつもじょんがら大きな声で踊ったって汽車から踊る。
吉幾三さんで津軽平野木造り田植え歌入りでした。この曲は千正夫さんにプレゼントした曲ですけど、千さんが歌ってくれたおかげで、まあ、ヒットしたんですよね。その千さんの歌声っていうのは吉さんにとってどういう存在だったんですか。あのレコーディング行って驚きましたよね、これ本当に俺作った歌だっけっていうぐらいの。化けるってことですか。津軽平野ねでしょでしょって言われてね、焼き方これは言うでしょ俺こんな歌作ったかなと思ってだって一応作詞作曲であるけどね、馬場さんね、はいはい、一応レコーディング行くわけですよ、はい、ちょっとマイクから外れちゃってんだから一人でどうしちゃった、どっか壊れたかとあれが、あれがだから良かったんですよ。それがまたそれが味があって、これCM の後、名曲避けようをしみじみと熱唱。避けよう、あの日に会いたい。今は亡き友志村けんさんを歌った二人のブルース。この間ね、香西さんがゲストに来ていただいた時、山本譲二さんと僕も見たことありますけど、はい、あの YouTube のおしゃべり映像。残念なこと、うん、小遣い制になったってことね自由に使えなくなっちゃったから。何がバレたの。いろいろと俺別の日で悲しいよ、バレちゃった。普通にお酒飲んでますね。普通のお酒です、はい、楽しそう。普通どころか相当飲んでらっしゃる。あの YouTube 開催する前にはもう飲んでますからね5時なら5時から回すって、はい、そしたらもう3時ぐらいから俺と山本はもう2時間ぐらい前から近くで飲んでるからで迎えに来るんで、そろそろ始まりますからって、いやここに持ってこくカメラって、もう喋ってここでやろうやつ。テーマも決めなくてせーのですよね。全くないです。そうですよね。何を話するかって、最近どうっていうあれだからタイトルだから、その YouTube でベロベロ酔っ払って五木ひろしさんに電話しよう、そう深夜にしかも深夜に。いや、あの覚えてるんですか、それ自分で。あの僕がでしょ、はい、夜中五木さんのうちに、はい、あの電話でしょ。そうですそうです。いや覚えてないんだから。だから聞いてもしょうがないですよね。聞いても分かんないけど、なんかあの後で聞いたんですよ、後で聞いたら歌手の誰々さん誰々さん誰々さんみんな大丈夫なのかな、仕事なくてね、てめえの心配してないのにね、周りの音のコロナ禍だったし、そうコロナ禍って、それでなんかちょっと泣き声になって。それあれでしょ、吉さんが声も聞きたかったしみんな元気かなっていう、会えないからでしょ。それは1時2時ださ、五木さんって怒るよ。ですよね。あの細い目で怒るよ、五木さんだって。細い目は余計です、ね、俺がそれを山本から怒られたんだよ、はい、山本ジョージから、ジョージさん、お前五木さんに電話したろって、はい、そうらしいんだよ、はい、誰から聞いたって五木さんが言ってたよって夜中に電話するのやめろって言ってたそれから五木さんに直接電話してすいませんでしたと、山本からいろいろ怒られちゃったと、はい、すいませんでしたねって、よし夜中やめろと最低長くても10時までは出てあげるけどそれ以降出ねえからなとか、もう結構それ出ないでくださいと、間違い電話ですからと、申し訳ありませんって、それから電話しないようにしました。しないようにもう、ね、今日お話こうやって伺ってるだけでもやっぱり吉さんとお酒は切っても切り離せない。だからなんでこの番組でお酒出してくんないのよ。いや本当ちょっとそうです ね、たまにはそういうのがあってもいいと思うよ。そうです、ね、僕お酒入ってもちゃんと歌いますから、はい、私ちょっとお酒入った方がちょっと声が出るんですよ。ツヤが、ええ、本当に歌えば歌うほど出るし、そうそう飲めば飲むほど分かんなくなってきちゃうんですいいですね、それはぜひやらせていただきたい、ね、そんなのがあったら ね楽しいな。さあ世界でも愛されて歌われているこの曲、今夜はギターだけのスペシャルバージョンで歌っていただきましょう。酒よ、吉幾三さんです。
涙にはいくつもの思い出がある。心にもいくつかの傷もある。一人酒手酌酒演歌を聞きながら、ほろり酒そんな夜もたまにゃないさ。あの頃振り返りゃ夢積む船で荒波に向かってた二人して、男酒手酌酒演歌を聞きながら、ああ酒よお前にはわかるかな酒よ。男には明日がある、わかるだろう。詫びながら手酌酒演歌を聞きながら、これからも明るような酒よ。詫びながら手酌酒演歌を聞きながら、愛してるこれからも明るいような酒よ、明るいような酒よ。吉幾三さんで酒よ、スペシャルバージョンでお届けしました。まあ、お酒にまつわる話、吉さんたくさん面白い話があるんですけど、やっぱりそこには情みたいな話にもなるし、同じ苦労をしてきた仲間との、うん、なんか吉さんの中にバランスがあるんでしょうね、そういう会と仕事の、うん、だからよくね、昔は細川たかし、山本丈二、俺って3人でね、いつもつるんで飲みに歩いてる時、やっぱりふるさとの話とか、うん、親父の話とかね、うんうん、で何年頃俺はこれやってたとか、何年頃俺はこうしてたとか、ああそんな話よく知ってましたよ。そして今日は吉さんのお酒を通じての華麗なね、うん、こういう録の中で、欠かせない方がいらっしゃいます。この方についてお話をちょっと伺いたいんですが、どなたでしょうか。それは志村さんけんさん。志村けんさん。ああそうですね、よく飲みましたよね。ねえ、よく飲まれたそうですけど、よく飲んだしね、なんかあのよく彼の番組にね、うん、出させていただいたりね、うん、で青森までも来てくれてね、コンサートを見に。いやそうじゃなくて、なんかあの志村さんの番組でしょうね、ええ、竜兵くんとか、うん、竜兵もね、あダチョウ倶楽部のね、いつもタクミチってお二人とも
ですからね。だからね、あの花火を打ち上げてくれたりね、お袋の前でね、お袋車椅子だったんですけど、はい、青森まで来て、はい、あのちょっとしたあの、私のグッズのお店をやってて3500坪ぐらいのところで、県知事からちゃんと許可もらいの花火やってたんですよ、町の人たちのために18年間。その時に一回下野さんが来てくれて、それで お母さんにだよってことでね、あの花火あげてくれたり。へえ、吉さんのお母さんのために。そうそう、ありがとうねっつって、へえ、であげてくれたり、まあ、あちこち飲みにあの連れてってもらいましたけど、銀座に呼ばれたことがあってね、一度ね、で僕はちょうど新型肝炎を患ってる時で、あのタバコも酒も飲めないんで、もうそれでやめてしまいましたけども、いる、今銀座にいるんだけど出てこないっつから、俺飲めねえんだよ、いいか、飲めなくてもいいから顔だけ見てんだよっつから、今行く今行くって車飛ばしてすぐ行ったんですよ。そしたらもうやっちゃってるわけね、竜兵が踊っちゃってるわけで、上島君が完成しちゃってるわけですね。そうそう、それで俺のところにパーッとのワイングラスについだものを持ってきたんですよ、で乾杯って言ったら、俺飲めねえんだよって、分かってるよ、匂い嗅ぎなよって、匂いがブドウジュースなんだよ、でも形はワインなんですね、みんなの前で同じ色のものを飲もうやっていう。で、あの亡くなった上島竜兵君が酔っ払ってるしね、それいいじゃないですか、先生の味はジュースじゃないですかって言ったら、バカ野郎こんなのと怒られて、頭ビタビタ、黙ってろお前、裸でもう一回一瞬踊れって言われてね、で、いや勘弁してって、いや踊れます踊れますって竜兵君踊って、で俺ごめんなって飲めなくて、早く治せよって、そういう優しさがあってね、だから歌にもある通り朝まで飲んで明るくなったらお疲れ様なのよ、あの人。なるほど、明るくなったから、ね、太陽昇ってきたから、ケンちゃんもうあれで明るくなってきたよって言った、店のママでもね、あそう明るくなった、よっしゃ、じゃあまた近いし電話するからの、はいって、で降りていって、で車乗る時にパッと見たら車に毛布が積んであるから、何これ車に寝んのって、曲が出てね3時間ぐらいしたらまた仕事になったって、局の テレビ局の駐車場で寝るんだって、体壊すぞって、いいからタクシー拾って、おいでタクシー拾ってる、タクシー拾って、じゃあおやすみ、お疲れさん、朝お疲れさんだからね、飲んで。でも吉さんもそこまでいらっしゃる、ね、もちろんつけます、あの人ね、志村けんって人から出るとね、ただの親父なんですよ、くっそも面白くない人なんですよ、そこを吉さんは知ってるんですか、はい、面白くない人の真面目な人なんですすごく、それをさ、真面目にしたら飲んでも面白くないじゃないですか、だから変なんで知らんふりしてね、おとおとやから、下半身出して出てきたり、ずっとそれ見てバカじゃねえのお前とかってね、だからあれをあげるの忘れてたとかさ、そっから始まるわけですよ。でもさ、吉さん、バカじゃねえかおめえなんていう突っ込みながら飲める人もそんなに多くないですよね。いないし。おいこの野郎なんて言いながら飲める仲っていうのは。そうね。いないですよね、そう簡単には。で俺も取りに行くつか、まさかね俺みたいにね下半身出してくると思わないじゃないですか。まさかやってないですよね。向こうはねケツから出てくるね。なんかやんなきゃいけないじゃないですか。だっていやだからその繰り返しよ。ねカウンターの中でさ、カウンターの人で知らんた知らんプリだ。下半身出しておいてさ、知らんぷりで、知らんぷり出しておいて、寒くねえかってこっちコンビニとさ出してんじゃねえバカ野郎そんな話よ、そんな類の話だわ。なんかもう男子高校生みたいでいいぜ。いや本当にね、あのだんだんそうやってその仕事じゃないけども、そういうね放送されないようなことばっかりね飲むとだんだん。でもそこまでの仲になっちゃうから、なんかバカな話してても愛しくて泣いちゃうんでしょ。そうなんです、そうなんです。なんか、だからスタジオに入ってずらつけてね、時代劇やるにしてもバカ殿やるにしても、僕は津軽の殿様ってのがあって、ケン直子さんとか、はい、みんな出ると、ケンさんもケン直子さんも、よし君台本ちゃんと読んできたのって二人で読んでるわけ、志村さんとあのケン直子さんが、はい、台本通りやんのあんたらって言ったら、だやねって放り投げちゃって、あと全部アドリブだから、その後ろであのダチョウ倶楽部の3人が何やんすか何やんすかって聞くから、しばらくさんうせやろな何言ってもいいんだあっち行ったろお前らモニター見て勉強しろ少しって言うから、それからあの
あのバカ殿の収録とかあの辺は吉さん、志村けんさん、あのバカ殿けんさん、うん、アドリブって書いてます。何も書いてないです。でも吉さんもその収録ちょっと楽しみだったでしょ、他の仕事とは違って。もちろん楽しみ、僕あの番組、いろんな志村さんの番組出て彼を笑かすのが楽しみだったんです。あ、なるほど、ね、勉強になりましたよ本当に。とね、思い出して今でも笑っちゃう話と、うん、あまりにもそれがおかしくて、うん、悲しくなっちゃうっていうのが背中合わせですね。だから彼のためにね、歌作ったんですけど、はい、舞台で一回歌ったんですけど、やっぱり歌えなくなっちゃうんですよ、うん、で何も用意しなきゃいけないのに、志村さんにちょっとね継承しようと思って写真を用意せって、このぐらい大きい写真をプロダクションからお借りして、それを上から天井からっつって下ろしてたんですけど、やっぱりどうしても見ちゃうじゃないですか、はい、見ちゃうともう歌えなくなっちゃって、せっかくな用意していただいたのに、それから歌ってません。ですよね、ええ、その曲をですね今夜はスペシャルということで、ええ、吉さんに歌っていただく、歌えるかどうかね、二人のブルース、テレビ初披露です、はい、吉さんにお任せしますので、ちょっと我慢できるかどうかわからないです。泣いたら慣れてもいいじゃないですか。吉幾三さんで二人のブルース。今は泣き友の歌、あなたとのこと、泣けるけど泣けるけど、ずっと忘れない。夢語り飲みもした、いろいろ話した、何かありゃ変わらずに声を掛け合った。昔の話笑ってさ、雨が降る夜の西麻布、本音語ってほろり、あの日に会いたい。誰一人いない部屋、一人泣いている、親父ギャグ言っては、バカ笑いした。生きてゆこうゆっくりと、このままでいいと、近いうち好きなやつ合わせるといいって、焼酎ビールにウイスキー、朝日と共にお疲れさん、握手交わして友よ、あの日に会いたい。歌おうか今夜だけ、二人のブルース、泣けちまう泣けちまう、あまりありすぎて、惚れた子に合わせろよ、無口ないい子に、悲しいよ
悲しいよ女房なれなくていつも一人で帰ってくいつもペコッと頭下げふらりふらふらケンちゃんあの日に会いたいあなたに会いたい CM の後、ヨシさんが女性歌手に提供した名曲の数々をお届け。火曜プレミアム特別版ヨシ育三半世紀、今度は俳優としての一面をご紹介してまいります。はい、ドラマにもこう俳優としてね出演されてるわけですね。 NHK 大河ドラマも出演されてます ね、 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 民放もそうですね。一番印象に残ってる作品っていうのはやっぱり命かな。命、1986年の大河ドラマで、うん、共演者三田佳子さん、はい、泉ピン子さん、宇津井健さん、丹波哲郎さんほか、うん、本当にそうそうたる皆様、大スターの面々です ね、 ね、どんな思い出がありますか。どんな思い出、おかしい思い出しかないですよまず丹波さんですよ、はい、セリフを覚えないって本当ですか。セリフは、うん、あの本番中にはあの本とか持ってこないとスタジオに。ああらしいですね。いろんな伝説がありますけど。持ってこないくせにあのセリフ覚えが悪いんですよね。セリフ覚えが悪い。完璧に覚えて持ってきてないのではなく。どうだか分かんないですけど。とにかくね、リハーサルから話しましょうか。はい。丹波先生をみんな待ってるんですよ。はい。あ、待ちなんですね。うん、まず。一、はい、時間待ったんです。スタジオで。いや、はい、あの、あ、まあ現場で。本読みの段階。本読みの段階で一時間待ってる。はい。丹波先生が入ってこない入ってこないって。で皆さん待ってて、リンゴを剥いたりね、で赤毛春江さんとかみんなあの、編み物したりして、あ時間をそれぞれちょっとで1時間遅れで入ってきた玉先生が、はい、入ってきた。おお、おいしい、おいしいリンゴだね。ちょよしこちゃん、三田よしこさんね、よしこちゃんちょっと剥いて、剥いてやって、はい、あおいしい。いやいや、これはどこ、長野か。長野じゃありません、青森で、金ちゃんのって青森。 あそうか、よしこ青森、青森のリンゴか。いや失礼した、失礼したって、おいしいおいしいってうんと喋る、うんと喋ってなかなか始まらないのよ。1時間遅れ1時間待ってたんですもん。そしたら丹波先生がさ、これ言ったんだよ誰待ってんだよ、早くやろうって言ったあんただよっつの、うん、ものすごいユニークな人でね。三田さんがなんだかな、雪枝だったか雪子だったかな、そのシーンがね、誰々はあの医者になってたのか、そこまでなんですよ、うん、それが雪枝か雪男だかな、二人いたんだよ、お嬢ちゃんがね、そのドラマでは、はい、雪男っつうんだよ、いつも石野真子ちゃんのこと、はい、三田さんを言わなきゃいけないのに、うん、石野真子の名前言っちゃうわけ、名前言っちゃう、なんとかちゃんは一緒になったのか、すいません、なんとかちゃん、なんとかちゃん、あ、よしこちゃんはなんとかちゃんで、石野真子ちゃんはなんとかちゃんね、はいはいはい、わかりました、はい、テイク5だから、テイク5カラッとやって、ガンッと来て、ファーッと来て、なんだったっけっつって僕らでモニター見てたらみんなもうひっくり返っちゃって、じゃあ何かあったのかってからさ、最後分かんなくなっちゃった、どっちかもう大変時間かかったし、もうすごい人ばっかりでした。7ページだよ台本、一度のセリフが、うん、長いですもんね、橋田先生、長いのよ7ページ、うん、この人おかしいと思ったもん俺嫌がらせじゃないかぐらい、嫌がらせじゃないかぐらい喋るんだ。もう完璧に覚えてらっしゃる、そんなお忙しい中。その他にあの学校の先生役で、はい、スケベの先生やる中山美穂ちゃんが出てた、はい、夏体験物語って、それも日本ドラマ、ドラマ掛け持ちで、あの俺は東京セクダとかですから、そんなに忙しくなっちゃったとか、だからもう寝る時間なかったですよ、うん。ではここで火曜プレミアム特別版吉幾三半世紀、続いては吉幾三さんが女性のトップ歌手に提供した曲をお届けしてまいります。石川さゆりさん、坂本冬美さん、藤彩子さん、ビッグネームです。
気があるのなら連れて逃げると言った人、川の流れが道ならばあんた任せで流されて惚れて惚れて惚れて一緒になったはず、一人じゃ越えない。あんたが岬に夕日が散って一人旅にはお似合いね、忘れようにも思い出ばかりすべて枯れ果て旅に出た、石川さゆりさんや坂本冬美さん、藤あや子さん、これもすごい顔ぶれです。冬美ちゃんにも変えたね。そうですよ。そうだそうだ、忘れてた。でもご自身たちも吉さんからいただいた曲、本当素晴らしい曲に。そう、ありがとうございます。いや、どういう感じで、その行くと言ってもやっぱ全部は行けないじゃないですか、スタジオに。でもあの顔出しますよ一応。あ、そうなんですか。顔出して、あの皆さんベテランですから、はいはい、もう4小節8小節聞いたら分かりますから。C はここ直した、ここ直した、ここしようってね、直させますけど、歌歌ったらもう、じゃあ帰る、え、もう帰るのって、さゆりちゃんなんか、もう帰るの、嘘でしょって、
誰々先生は最後まで言ってくれたって、その先生と俺と違うんだよって、忙しいんだから俺ビール飲まなきゃいけない、ビール飲まなきゃいけない、帰ってきちゃうの何言ってんだ、大丈夫だよ、それでいいんですよ、だってプロだもん、みんなさん。 CM の後、ヨシさんが藤あや子さんに提供したおばこ巡礼歌をセルフカバー。ではここでヨシさんが女性歌手に提供した曲の中から1曲歌ってくださいます。はい、何を選んでくださったんですか。藤あや子ちゃんの、藤あや子さん、あのおばこ巡礼歌って、はい、もうこの曲はまた最初から藤あや子さんをイメージして作られたというか、あのそうですね、やっぱり秋田ですから、あの小川半島まで車飛ばして行って泊まる予定だったんですけど、はい、泊まらないでまた帰ってきました。あ、寒くてトラックにギター積んで行ったんですけど、はい、寒くてそのまま帰ってきました。それで家で書きました、青森の家で。でもその映像を、まあ、それはね、あの大体は残ってますもんね、見たんで、その一瞬で、そういうもんじゃないかなと思うんだけど、物語だから妄想力がすごいですよね。だから家でも妄想してますからね。妄想族なんですね。妄想力がすごいですよ。だからたまに嫁の体をこう下からこうずっと見て、そのくだりはいいですそう、いやすると女房が何見てるの、さっきからずっとつから、いや今どういう体になってるのか妄想してんだよと言わないでしょ。あのうちの家内もね、変わっちまったよ言うんじゃないです、そういうこと。いろんな意味で変わっちまったね、そういうこと言って、お母さんね、変えたの誰ですか。お小遣いもうちょっとくれよそうなんだそれでは吉幾三さんの歌声でお聴きください。おばこ巡礼歌。北の岬に夕日が散って、一人旅にはお似合いね、忘れようにも思い出ばかり、すべて枯れ果て旅に出た。私も泣くわ、おばあこな、あんたと吹雪の中で再会誓って別れたね、忘れようにも思い出ばかり、あの日の二人の日本海、パラリポロリ、あんたもう一度、おばこな、
り届かず涙も枯れて月日お酒が増えるだけ忘れようにも思い出ばかり遠くでいいから会いたいのからりころり定め CM の後は50周年を迎えた今の思いを歌った頼り頼られ頼られながらデビュー50周年を迎えた吉井さんは今の心境は率直なところ50年、うん、別にって感じだね、うんうん、よくやってこれたなっていうことと、うんうん、それと僕と携わった人ね全ての僕と携わった人たちにたくさんご迷惑かけたり心配かけたりしたと思うんだけどその人たちのおかげですよ風で言うとすごくいい風が僕の周りに吹いてたんですねだから嫌いな人いないんですよ世の中にわかります？わかります。嫌いな人っていないんですよ僕今まで出会った人もそうですこれからも出会う人もいるかもわかんないけど嫌いな人ってわかるんですよすぐでもね吉さん50年、ええ、吉井久蔵さんをずっとやってきたじゃないですか、うん、第一線で、うん褒めてあげるとこってどこですか吉さんが吉さんを私も私を褒めるところですか、うん、ないなそうですか、うん、ないですねよく頑張ったなと思いませんかそういうことですか、はい、洗濯機回せるようになりましたねどういうことですかそれ歌と関係ないじゃないですかでもだから いらんよなって思うところってあなたが言うから俺その辺しか見つからないもんだって、で女房が入院したんですよはい、あの股関節の手術でそれで僕は洗濯しなきゃ掃除も洗濯も、うん、ねあこんな可愛いパンツ履いてないっつと思いながらね乾かすわけでしょ怒られますよきっとすいませんだって変わっちまったもん50周年の話してるんですよ50周年だから俺自分で褒めるとこって本当赤坂さんないんだって、だって一曲一曲大事に曲を作られてきたんじゃないですかいやでもそれはあのあ仕事としてもそうだし当たり前やらなきゃ自分の仕事だからと思ってやってきたわけで一つお伺いしたいのが、うん、そのヒットしてからもまたやめたいって思うことも少なからずあったとおっしゃって、うんね、それでも続けていらしたなんか思いとかどんなところがあったんですかやっぱり俺やっぱこれしかないのかな歌しかないのかなと思ってあの一回ね肺の方にね影が見えてって話になってで癌かもしれないと言われたことがあってですね、うん、もうこの時腹くくりましたね70人ぐらいに入院してる間手紙書きましたもんね、うん、70人うん眼科も分かんない、まあ、肺は一つ取っても生きていけるんですけど、うん、肺取ったら歌歌えないじゃないですか、うん、だからみんなこう手帳広げて知り合いにね長いこと本当にお世話になったって、うんでもそれがあのカメラの昔の角度が悪かったかつって影に見えたんですって当時の主治医が大変失礼しましたって肺の影が映ってその角度によってそう見えるんですって、うんうんうん、その頃でしたっけ両親なんかほら歌はもうやめるかもしれないっておっしゃった時が、うんうん、それはまた別の話でしょ多分あそれはまた別なんですか、うん、なんかこうマンネリ化しちゃってね自分が、うん、だから歌やめても芝居もできるし、うん、歌やめてもまあオファーがあればですけどこの業界でのお仕事は仕事は続けていかなきゃいけないとでも歌っていうのは両親さんが一番やってきたことだったじゃないですか、うん、でも嫌いになっちゃうんですね何回も歌ってると、はあ、でも未だに歌詞見なきゃ歌えないでしょ私いやそれはそれでいいんじゃないですかね、うん、いや歌詞見なきゃ歌えないっていうのはね情けない話でしょ
別にみんな知らなきゃ知らないでいいんじゃないですか。知ってるじゃないですか皆さん。だって言っちゃったから。全然バレてないです。えバレてないです。カンペ見て歌っても間違ってるもん。何言わせんだよ。お客さん分かんないから。はい。吉さん、このデビューして50周年というたくさんの、いつも吉さんは本当にみんなにお世話になった、みんなが助けてくれて力をくれた、でも吉さんを頼った人もいらっしゃったっていう、そういう思いがこの50年の集大成で今回の頼り頼られという曲になったんですかね。やっぱり一つの一人で生きていけないからね、だから自殺したり自殺を考えたりしてる人ね、今もいると思うけど、なんとかなるもんだし、解決できないことってないのよ、でも死んじゃダメな、死んだら解決どころか飛んだことになってみんなに迷惑かけちゃうわけだから、だから死ぬんだったら生きることを考えればいいんだよ。よく考えたらね、別にお金だってね、僕だってこんな何千万も借金してね、だから一生懸命歌って返したし、まだ多少あるかも分かんないけども、でも頑張っていればなんとかなるんですよ。頼ったり頼られたりしていくと楽しいことがまたたくさんあるから、ね、それで大事な命、これだけ大事しなきゃいけないということだけですよね。タイトルにも頼り、まず最初に頼るが来るっていうところが吉さんの思い、そうそう、ね、だって僕はずっと頼ってばっかりいたから、センさんも含めてね、いろんな人、やっと頼れられる人間になったからと、今この年になってね、歌を歌うたびもちょっと来ちゃうんですけども、やっぱりね、頼ったり頼られたりして生きていかなきゃダメなんですよ。でこれから弟子も含めてね、ずいぶん私のことを頼ってるけども、私は弟子のことをね、敵だと思ってますから、誰か体壊して妊娠ねえかなと思ってますから、お前は気付けろよ。いいか、もうきっと弟子さんたちはね、吉さんのその生き方に惚れてるんでしょうね、で頼ってるのが吉さんですけど、また頼っているのが奥様でもいらっしゃるんでしょうかね。それでは歌っていただきましょう。吉幾三さんで頼り頼られ。誰でも旅立つものさ、節目節目に道探し、俺も何度か旅に出ました、あてもなく一人容疑者で、風でどこかへ舞う葉のように、人は一人じゃ生きてゆけないと、何かに背中を押されながら生きてゆくのさ、これから人は誰かに、人は誰かを頼りながら、頼られながら生かされているということを、世の中に出て知るのさ。何でも欲しがるものさ、なんてことないものでさえ、俺も昔はそんな思いを持っていたけど捨てた、貧しくてもいい大事な命、人は一人じゃ
生きてゆけないと家族や友や出会った人にこの手支えてもらって誰かに頼り何かにすがり頭を下げて頼られながら生かされているということを知っていますか？あなたは何かのために人は誰かを頼りながら頼られながら生かされているということはいつの時代も変わらず一番貧乏だったのにね。CM の後、吉さんがお父さんからもらった心に残る言葉。お父さんが、貧乏させて悪かったなって。50年間にわたりご家族の支え、スタッフの方の支え、そしてまた支えてやらなきゃいけない後輩たち、その疎外たちにもどこか支えろよという思いも。いや、ジョークですけどね。で、まあ、大きく育ってもらいたいし、家族家族でまた。しっかりやってるからいいなと思うし、だからこれから俺たち年ってのは頼られるわけじゃない、子供たちにね、そうですね、頼らなきゃいけないからそこをなんとかしなきゃいけないなってことでね、いやでも頼りがいのあるお父さんだと思うけどな、吉さんは自分たちがどっか行くときにはじいじい孫がディズニーランド行くのって、それで女房がそれじゃないでしょ、ディズニーランドに行くお小遣いあげなきゃいけないでしょって、じじからもらいたいの、じじないんだけど、それもお小遣いの中から封筒からお前やるよ、お前やるよって警戒してるわけで、でも孫は可愛いよ、孫は可愛いね、でもその子ぐらいの年の吉さんをお父さんは膝の上に乗っけてストーブの前で民謡を歌って、自分の体がスピーカーのように我が子に音を伝えてたお気持ちだったんでしょうね。そうね。だから僕は孫を全部ね、赤ちゃんの頃、孫全員お尻舐めましたからね、お尻。ペロペロ笑うんだよ。よしさんの お父さんって、よし行くぞでね、世の中にドーンって出てって、よくやったなお前って褒めてくれたことあるんですか。褒めたっていうよりもね、褒めたっていうよりも。一番貧乏だったのにね、一番幸せな男になったって言われましたよ。お父さんが、貧乏させて悪かったなって言って。だけどお前一番幸せな、お前のおかげで、お前のおかげで、お前のおかげで俺ども、ばばもおばさんもみんな、お前の兄弟もみんな幸せになって、ありがとうよって言ってくれました。それは一番のどん底からね。まあ、一番幸せになったっていうことだけでもありがたいですよね。へえ。だからおふくろには亡くなるちょっと前までお小遣いをうちの女房はあげてたみたいだし、おじきもおばもね、だから、いいことしてくれたなお前なっつって、ありがとうなっつって、まあ、女房には感謝してますよ。今までの火曜プレミアムで今回ほど笑いと涙に包まれた回はなかったと思いますが、いやいや、いよいよフィナーレですが、吉さん今日はいかがでしたでしょうか。いや、とんでもない、ね、やっぱり人生って七転び八起きってよく言うけども、やっぱりね、こういう番組があって僕のに歌をフルコーラスを歌わせてくれる番組が長く続いてもらいたいし、たくさん大勢の方をね呼んで歌わせていただければなと思いますよ。より多くの人たくさん呼んで もっと楽しくやりましょうよ。一曲だけでもいいんですよ、僕はフルコーラスを歌わせていただければ。あとはいろんな歌手の方々とみんなで和気あいあいでねやりましょうよ。
どうかよしさん、これからも我々に、はい、もうちょっと頑張ります、はい、うん、素晴らしい歌声と楽しいトークも含めて、ね、よし行くぞというなんか太陽みたいなものまだまだ見せてください、はい、もうちょっと頑張って、あの日本に残る歌を、あの誰でもいいです、あの歌っていただければありがたいと思います。私も一生懸命歌ってきますので、もっと一つよろしくお願いします。はよープレビュー、今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。この番組は心ワクワク夢グループの提供でお送りしました。バカ笑いしたの、生きていこうゆっくりと。